ハルカットです。皆さんアニポケは見ていますか？今コロナの影響で放送延期になってますが、次の放送まで楽しみに待ちたいですね。そこで今回は新アニポケのチャンピオンシップスファイナリスト8人が判明したという話をしていきたいと思います。手は関係ないけど、最近コロナが若干落ち着いたみたいですね。皆さんもう少し頑張りましょう。というわけでよかったら最後まで聞いててください。チャンピオンシップスファイナリスト8名が判明。ちょっと前にポケモンこれからの物語という映像で、今後どんなポケモンが登場するのかや、ワールドチャンピオンシップス8人のシルエットが分かり話題になりましたよね。今回はこのワールドチャンピオンシップストップ8に誰が入ってくるのかを考察していきたいと思います。まずポケモンワールドチャンピオンシップスとは、ポケモンの世界大会であり、1万人以上が参加する世界最大のポケモンの祭典です。一般トレーナーもジムリーダーも関係なく、最初はモンスターボール級から始まり、参加者と戦うごとにランクが上がっていきます。その最上級となるのがマスターズ8。ちなみにリアルでもワールドチャンピオンシップスはカードとゲームで世界大会があります。このマスターズ8まで上がる流れもゲームのランクマッチで同じような仕様があります。それが今回アニメで再現されました。話は戻りますが、前回のチャンピオンシップスではワタルとダンテが戦い、ダンテが優勝しましたよね。本当に激アツな回でした。今回サトシが参加しているチャンピオンシップス、映像のシルエット的に誰か分かったのは橋の3人、ワタル、ダンテ、そしてこれから出てくるキバナですよね。あとはコラの犯人ですかね。嘘です。他の4人は誰が入るのでしょうか？今回のアニポケはサトシの今までの設定とかもちゃんと引き継がれてたり、過去に登場した人物も出てくることが確定しています。そこからの4人かなり重要ですよね。僕的にはこれまで登場した地方のチャンピオンが一人ずつ来るかなと思っています。まず最初、赤緑のチャンピオンでもあるワタル、そしてルビーサファイアからダイゴ、ダイパからシノナ、ブラックホワイトからアデク、 XY からカルネ、そしてサーンの分でこの前チャンピオンになったサトシ、最後にソード&シールドも出てるということで、ガラル地方からは2人、ダンテとキバナ、この8人からと思います。でこのマスターズ8前のハイパーボール級でこれまで登場したサトシのライバルや、映像に出てたコルニとかが出てくるんじゃないかと思います。サトシは真のチャンピオンになれるのでしょうか？そして見事優勝したら、主人公サトシの物語はこれで終わり。とまあこんな感じでマスターズ8についての考察でした。いや新アニメ、今後誰が登場するのか本当に楽しみですね。ちょっとでも行動が面白いと思ったらチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、グッディー。